ということで今日やるのは、はい、掘るとランダムで、宝箱が出る世界。掘るとランダムで宝箱が出る。これ実はですね、動画にしてないんですけどそうだ、ね、一瞬、うん、一瞬ね、半年ぐらい前にそうだね、やったね、2人で やろうとしたんですけど、裏でね裏でやったんだけど、やったんだけどちょっとあの、なんだろう、飽きちゃったっていう飽きちゃったんだ、飽きちゃったっていう、うん、まあまあ飽きちゃったのも理由があったんだよね。そうそうそう、ちょっとね、そのデータパックが出たばっかりで、うんうんうん、動画としてはちょっとまだ微妙なところがあったから、その時はお蔵入りにしたんですけど、うん、ボツにねなったんだけど、今回なんか、はい、そのアップデートがあったらしいんで、これだったらいけるんじゃないかな、いいだろうと、飽きないだろうと、とりあえず、まあ、目標はエンドラ討伐かな。まあ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 、目標といったらエンドラさん、はい、とりあえず、まあ、その宝箱とやらをねまず見たいと思うので、はい、うん、壊したら勝手に出るんでしょ。ね、石を壊すと出るらしい。で、じゃあ掘ってみるよ。どうぞ、いくぜ。石ね、石、はいはい。お、なんかポラポラポラペリン、ほらマイントレンシルって出たね。こんな感じで樽だ、はあ、石を掘ると、うん、宝箱が出てくるんですよ。石限定なんそれは。多分そこはもう詳しくないんだ、うん、大丈夫、あそこはあんま詳しくない、また飽きないこれ怖いよ大丈夫大丈夫、いっかって なんないよね。でこれ開くと、お、ほら石しゃべ、タイガトレジャー、タイガトレジャー、あ、上か、石しゃべ、コモンタイガトレジャーね、修繕耐久力4効率強化3、石、まあでもエンチャントとだけ見たら強いな石だから。待って、コモンってことは上がってくんだレベルが。これね、よくぞ聞いてくれました、よくぞ聞いてくれましたよくぞよくぞ聞いてくれた。説明しよう、はい、説明しよう園長先生の説明のタイムです説明してください。これコモンって書いてある、まあ、これはつまり、ああ、ティア1、レベル1の宝箱ってことですね、はいはいはい、初級って感じだね。じゃあトータルでレベル4まであります。ほうほうほう、4段階で、レベル2がレアかな、レア、なあ、まあガチャっぽい感じだ。じゃあで、レベル3がエピック、エピック、最後はあれかい、レベル4がレジェンダリー。よー、当てたわ。で、ああ、まあ、もちろんこれを掘りまくるとランダムで、ほらこれ今これ毎回言ってない、大丈夫、うん、これ多分俺が、君が最初掘って、俺が最初に掘ったが出たんだけど、あ、回数、アントラ確率が決まってんだ。そう、もうこれからは、いつ出るか分かりません。こんな感じで掘って最初のお試しパックか、これ。じゃあいつ出るか分かんないけど、まあ、その出やすいのはやっぱコモンは出やすい、あ、一番最初だからか、はいはいはい。え、じゃあとにかく掘りまくるゲームだこれは。そう、掘りまくってレアアイテムを手に入れて進んでいきましょう。あ、出たよ、ほらほら出た、ほら結構、まあこれは4、5個に1個ぐらい。コモンタイガートレジャー、はい、まあ、これ一緒ですね。コモンは基本石系なんだね。じゃあで、もう一個、はあ、なんとこの宝箱ですね、暗くなってきましたけれども、はい、そうですね、ちょっとコモンタイガートレジャーって書いてあるじゃないですか。タイガね、あ、タイガか、タイガ、はいはいはい、トラじゃないよ、太陽じゃないよ、タイガーの方じゃないね、タイガーじゃないよつまりこれはバイオームの、バイオームに反映というか対応してるんですよ。はあ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 、確かにタイガだからスイートベリーが多いんだこれ。そう、そういうことです。なるほど、よくぞよくぞ分かってくれました、ね、いやということで、はいはい、まあ掘り掘りしていこうよって話ですよ。なるほど、じゃあひたすら掘っていこうって話ですね。うん、オーケー、暗いよ、暗い、ベッティ作ろう、ベッティ。一旦羊毛取りに行かない？羊毛取りに行く、いいよ、とりあえず羊毛か、村を見つけよう。あたり一面森だぜ。いや、こういうところにあるんだよ、風を感じて、風を暖かい風、羊毛の風感じてる今、うん、暖かい風感じてるこっちこっちこういう時大体あるんだよな、本当に。あれは壊れかけ、ネズアゲじゃない？どこ？こっちこっち、
壊れかけ値下げ今いらないんだよな。その壊れかけ値下げじゃない、時間がかかるから、いや素材が入ってるかもしれんやん、時間がかかるから、いや大事。あ、ヨウもめっちゃいる、羊めっちゃおる、ほらほら来てよかったやん、俺のおかげ、俺のおかげだ。いや俺が温かい空気を感じたから。いやいや、俺がちゃんとネザーリエイトに行こうって言ったからだよ、つまり僕の成果。5個、あと1個、あと羊1匹、羊がいない。あ、いた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 、オーケーオーケー、寝よう寝よう寝よう、3体いる3体いる、どっち行く、あっち寝よう、おー寝よう、どこ、向こうにいる、そっち水バケツだろう、おお。あいつ食らってんな。ちゃんと食らってんな。おい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 。ちょっと僕よりやってんじゃなかったチェコのゲーム。任せてよ。体の 9割5分サンズの川に今飛びました。任して任して。いくぜ。ほっ。でもせん。でもせんかったわ。でもせんかった、ごめん。ただのヒーロー着地しちゃったわ。オッケー、オッケー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 、作ってくれ、寝よう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 、うん、もういい、うん、昼よし昼やよし、寝るぞ寝るぞ。まあ持って帰るこれ。もう村を探して、あ、掘るか、掘ったら出るから。ほら来た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 、すごい、いいじゃん、なんだとこに出たけどな。おい見て、このアイストレジャー、アイスのバイオームじゃん、いらなゴミカスじゃない。ゴミカスをゴミカスじゃない。まあまあまあ、なるほどね。じゃあ俺もこのマップすぐ出るか。出るって信じろよ。出ないな、自分を信じなきゃ誰が信じんだよ。そうだな、この石ピが壊れるまでに出るはずなんだよ、さすがにね。出てこないと困る。そうだよ。ほら、おおおお、レアファインドじゃないそれ。レアレアレアじゃん。オープン、レアアイストレジャー。ダイヤのシャベル、ダイヤシャベルじゃん。あと鉄たくさん、いいね。あ、ナイスレア、よきよき、ご飯うまい、ご飯ご飯ご飯全部もらおう。火打ち石もある、耐久力に効率強化5のダイヤのシャベルでけー。もういいねいいね、俺も出したい。もうちょっと違うバイオームでも掘ってみたいな。そうだね。え、ネザーのさ、トレジャーボックスさ、絶対いいじゃん。ワンチャンブレイズロトとかも出てくるかもしれない。出るかもね。それめっちゃ楽じゃん。ね、僕出ません。出た。ファーストトレジャー。ファースト。ファースト。ファースト。え？え？お前ファースト持ってない？コモンアイストレジャー。あ、アイスのファーストかな。あー、そういうことか。アロー・オブ・フリーズ、氷の矢だ。氷の矢なんかあったっけ？なんか特殊っぽくない？英語だし、元の矢っぽいぞこれ。え、じゃあそれ持っといてよ、後で使おうぜ。もっとだけになっつって、さあ掘っていきますよ。よし、名の通り冷えたね、矢が、氷の矢でね。あー、寒い寒い。あー、出た。ねえ、そういうくだらない話するとさ、使っちゃうから。お、透明化のポーション。透明化のポーションじゃん。いいやん、ええやん。あ、寒い寒い。ナイスナイス。お前、俺が焼いた肉を全部回収したんだってめ。そんなことはない。おい。そんなことはない。おい、羊肉めっちゃ焼いてたのに。そんなことはない、全然。全く。橋一な。だるすぎ。ダイピが一番欲しいっす、今。ダイヤシャベルって崩せないの？あ、鉄ピ作れるよ、俺。あ、鉄ピ欲しい。はい。やったー、やったー。いいな。やば、こいつマジで。どんどん溜まっていく。どうしよう。腰にの。どうしよう。お、レア来た、レア来た、タカダン。え、レアですか、これか。鉄。レアですかね。あって、ダイヤあってもよかったよね。確かに、俺さっきダイヤのシャベルあったもんな。ダイヤあったしね。まあまあまあ。最初はこんなもんよ。やっぱエピック以上は来ない ね、簡単に。そうだね。じゃあちょっとバイオーム変えようよ。変えてみようか。移動しよう。どっち行く？暖かい空気を感じて。暖かい空気の方？クンクン。うん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 。こっちだ。だと思った。俺もそっちだと思った。だよな。
だよな、うん、共感してくれると思った。いやこっちしかねえよな。そうだよな、誰かと見てもこっちだわ。あほら平原、平原、あ平原だ、来た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 、いいぞ、やっぱあったかい風感じたこっちから。あじゃあバイオーム変わるか、そしたら変わんじゃねこれ。ここバイオームなんだろう、何バイオームですか。プレインズ、平原です。プレインズ平原バイオームです。 OK、ダイヤシャベル持ってるから、便利。はいはいはい、俺が掘ると。来た、あれなんかいきなりやん、エピックっぽくない。開けるぜ。あレアだった。いやレアよ。まあでも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 、あでもいいんじゃない。え鉄の、え強くね、効率強化5、イエーイ強。えいいな、鉄のブーツいいな、鉄のブーツ。じゃあ分かった、えいいな、あれにしよう。人があの開けたチェストは取っちゃダメにしよう。ちょ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 。やっぱ石しか出ないのかね。どうなんだろうね。石炭掘ってもね出てないんだわ。こっちでやってみようかな。じゃああ石炭掘って出た出た出た、めっちゃ出た。あえ2連チャンで。まあでも中身はまあうんこだけど、まあでもなんかあれじゃない、鉱石も出るのかな。鉱石の方が出やすいんじゃない。まあそれはあるかもしれない。今って石炭掘って2連チャン出たからね。土は出ないわ多分これ。なるほど、めっちゃ壊してるけど土は出なそう。じゃあ石以上なのかな。あどう出た、めっちゃ出る、めっちゃ出るな。どうどうどう、あ遠方、あ遠方、ナイス、なるほど、ナイス遠方。平原には遠方出るのね。やっぱ出た出た出た、めっちゃ出る、めっちゃ出るやん。やっぱり鉱石だ、鉱石。あ出た、めっちゃ出るな、なんで幸運ジャギーの、え、いいなぁ。俺も欲しい。運が味方してます。僕に。なるほど。鉱石、じゃあ地下に行った方がいいのかな。うわ、めっちゃ出た。え、コモナーを達成。コモナー。いいね。コモンめっちゃ出したってことじゃない。そう。普通の男ってこった。いや、俺普通の男はちょっといいな。でも、チリも積もればなんとやらよ。やっぱ最強の男でしょ。レジェンダーに。いやいやいや、レジェンダーラー。あ、コモ出ちゃったね。コモ出ちゃった。普通の男。やっぱ鉱石だな。鉱石掘りに行く。鉱石掘りに行こうか。そしたら。なんか動物身につけに行こうじゃん。OK。てか村は？村もいらない。村もいいんですかこれ。うん。いいんですか？いらない。前から結局村大事じゃないんですかこれ。もうベッドあるから。あ、そう。もう食料あるし。あ、そうなんだ、うん。やっぱ人ってめんどくさいから。まあそうだね。近所付き合いとかね。動物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 。やっぱり人がいない洞窟っしょ。さあさあ鉱石掘ってるよ。銅が結構ね出やすいかも。出ない。あ出た出た出た、レア。ドゥン。ゴミだった？ちょっとゴミかもしれない。なるほどね。まあでも出るにゃ。おお。お。ホーリーモーリー。これやばい やつじゃない？オープン。エピック、エピック、おめっちゃ色入ってる。わあ、ダイヤモンドブロック、ミステリーネザライトシャベル、耐久力4、効率強化、え、なに効率強化、これなに 7? 7? なんでシャベルなのいつも、なんでいつもシャベルなの、俺のもの全部、え、エンパ、いやお前そのエンパマジなくすなよ。7個です今。え、すいません、あの一つお願いが、なんですか。ダイヤのピッケルだけ作ってもらえませんか。まあしょうがないな、僕ダイヤ36個もあるからね。まあ1個ぐらいあげてもいいかな。ダイヤのピッケルだけいただきたいです。よかろうもん、作ってやらんこともない。これであれな、俺お前に貸し8な。さっきの2差し引き貸し10だ、10ってことっすか。じゃ あそうだね、ほらよ、やだ、よしよしよし、来た来た来た、いやでかい、やはり持ってる男、くそ、いや俺がここでレジェンダリーを出せば形勢逆転。まあ確かにな、まだ可能性は残っている。諦めるな。そういうゲームだって。諦めるな。
君エピックは何で出たの？普通に掘ってて普通に石で出た。あーじゃあ運が良かったんだな。運がやっぱ運がいいから、運だけはいいから僕は。あいつダイヤモンド、ダイヤモンドで覆ってんな。まあダイヤ5個余ったけどどうしよっかな。まあいらねえし捨てよっかな、これ、俺使わねえもんな。え、いらないんだったら。いらねえんだよなこれ。いらないんだったら。なんか来たな。なんか来たな。いらないんですか？ダイヤモンド5個。まあダイヤ5個いらないかなと思って今捨てようかなって。ゴミだしどうせ。え、じゃあ燃えないゴミじゃ私出しておきますよ。あ本当？出しておいてくれるこれ。うん、助かる。じゃあ出しておいてゴミこれ よろしく。いやいや任せて。ちゃんと燃やしてね。うん、燃やせないからダイヤは。あまあまあね、ちゃんと捨ててね、分別してね、ちゃんとね。ダイヤ燃やせないから、うん、よしおー、お、ホーリーモーリー来た。来た、ホーリーモーリー。エピック。なんだなんだ。オールモストゼアナウ。なんだなんだ。ダイヤめちゃめちゃ来た。お、でもダイヤモンドのオンのしかもいいエンチャー付きじゃん。効率強は5。幸運さん、耐久力さん。いいじゃん。いいじゃん。出たね。エピック。出た出た出た。でも君これないでしょ。ん？これ。ネザライト、まあ、シャベル、まあ、シャベル使わんから。いやネザライト出せんか。そっか、ネザライト出せんか。いやいやいや、こいつ、いや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 、所詮はダイヤ止まりか。まだまだだな。いや運を今使わないで置いたの、レジェンダリーが来ることを。なるほど、そうよ、あの、ね、ちゃんとね予想して、予想してるんだ。運は使いすぎない。なるほど。え、じゃあネザー行く？行っちゃう？じゃあちょっとだまり、ちょうど夜だしマグマダメ探そう。オーライ。そこら辺にエンダーマンいたんすよ。あ、それそれそれ、倒しといて。ダイヤの君なら倒せるでしょ。はい。あ、1個出た。うえー、何ぞ。今8個パール。いいよ。さあ俺死ぬから持ってってくんね、これパール。え責任転嫁しとこ。そしたら進んでみよう。だまりを見つけよう。Let's go。 特になんか目立ったバイオームはナッシングって感じだね。ずっと平原。だまりも ねずっと平原。やばい、マグマの運がゼロだ今日。頼むよ、頑張って。あれねえ、俺円盤なくしたかも。ふぅ、ちょっと今洞窟置きっぱなしにしたかも。ごめんマジでごめん。いや、え、いや君がちょっと怖くなっちゃってさ。渡してた。それだ。ごめん、今のはなかったことになかったことにしよう。今のはなかったことにしよう。こいつ10分15分前の記憶なくなっとると思って。今のはちょっとなかったことにしよう。ごめんちょっとさすがにちょっと兄の俺でもちょっと今のはちょっと引いたわ。うーん、試したんだよねやっぱり。覚えてるかなって。よかった、覚えてて安心したわ逆に。マグマの音だ。ナイス。よかったよしよし、行こうか俺も。やばいな。俺エヴァなくしちゃったかもしれない。うるさいよ。ガチか。うるさいよ。ガチか。そこの人静かにしてね。あったあった。お、ナイス。ありましたよ。あ、いいねいいねいいね。よし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 。はい、完成。オッケー。チャッカマン。チャッカ。さあネザーです。よし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 。じゃあ先見るか。ドゥ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 。うわあ、灰の世界。灰の世界か。あ、あれじゃない？ネザーの石はネザーラックなんじゃない？じゃあ。
ネザーラックっぽいけどね。だよね。玄武岩は出なさそうだな。じゃあネザーラック掘りしないとな。あ、出た出た。おお、なんだ、ジュワって言った。ジュワ、お、コモンバサルトデルタ、あ、デルタのデルタトレジャーボックス、マグマブロックと模様入りのブラックストーン。あ、でもちゃんとネザーっぽいじゃん。でもネザーラックでも出るな。出るね。掘ろう掘ろう掘ろう。じゃあ掘るよ。オッケー、俺も掘ります。これエピック出して、めっちゃ出るめっちゃ出る。コモンめっちゃ出るよ。やっぱネザーラック壊しやすいからかな。ネザーラックもしかしたら確率高いのかもしれないな。いいぞいいぞ、掘ってけ。あ、ネザークォーツ熱いんじゃない。いや、熱いかもしれない。あー、来た、レア。お、ファー、マグマクリームネザーウォート古代の残骸。あ、まあ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 、古代の残骸だから一応レアだね。いや、これエピックだな多分。エピックだね。エピック狙おう。実はここにネザー要塞がありましたとかいうオチいやでもやっぱこのね、ありそう、このマットが入ってるからこっちで出したいよ。ネザー要塞行った方が早いっす。ありそう。お、レア。お、あ、ブレイズパウダー1個。え、レアです、これ。しかも、え、やっぱりブレイズパウダー出るんだ。やっぱり僕じゃないと出ないかそうだよな。そんなことない、もう今貯めてるから。そうだよな、貯金貯金。レジェンダリーとかエピックとかに頼ってるうちはダメだな。レアのうちに出さないと。今貯めてんのよ。出せんかパウダーそっかそっか悔しかったら出してみた方がいいんじゃないですかね。とてつもねえ音奏でてやるぜレジェンダリーの。レジェンダリーの音バーンっていう切ったね切ったね、マジでバラ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 破裂してるやん。もうコモン見なくていいわ。大社も入ってない。コモンは大社も入ってない。まあそうだね、多分レアぐらいからかな、おそらく。お、コモンからブレイズロット。見た方がいいかも。見た方がいいかも。うわー、コモンで出せんか。え、そうか。え、ブレイズロット。ブレイズロット。え、じゃあブレイズパウダー実質2個やん。そうだね。出せるか。コモンでも貯めてんだよ貯めてる。いつ出すのそれ。もうすぐ出る。早めに出した方がいいと思うよ。もう早く出してくださいよ。くそ、なんで。コモンも大事だよ。なんで、頼むよ。そろそろあいつそろそろあいつギャフンと言わせないとそうだぞ、いつまでも調子乗っちゃうぞ俺。お、あ、ブレイズパウダー3つ。おー、やっ、おー、いいね。並んだよ、並んだよ。俺一発で3つ引いちゃったな。俺2発で2個だよ。でも2発で2個でしょ。俺一発で3つだから。じゃあ次も出たらイーブンでしょ。上なんじゃないまだイーブンだよ、そしたら。あー、ブレイズロット。おー、ちょっと抜かされたな、これは。おいおいおい、抜かされた。まずいまずい。これブレイズロットは足りるか。足りそうだね。お、2連チャン。いやー、ちょっとレジェンダリー1回出して。でもさ、やっぱパールが問題だね、そうなってくると。そうだね、そしたら現世で掘り続けなきゃいけないな。現世森狩りか、森で掘るしかないか。おお、え、何、エピックじゃないこれ。ちょっと待って待って、これ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 。え、全部さ、さっきの俺の弟と似てない。バラ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 確かにオープン。ほら、え、エピックだ。ウィザーソード、何これ。アビリティってあるよ、これ。ハズは 25% チャン ス, チャンス。ウィザー戦でめっちゃ役に立つよっていうことか、ね、これ、うん、あ、でもネザーだから多分強いんじゃない。ネザーライトかな。お前のエピックしょぼ俺のエピックなんかなんかだな、これ。お前のエピックしょぼ。お、レア。お、ブレイズパウダー2個。ナイス。え、もう結構揃ってるよね。ブレイズパウダーはもう溜まってるかもな。お、エピック出た。なんで、オープン。何これ。あ、フルリスポーンアンカー。しかももうオーレディフルチャージで、もうチャージされてるって。これ何ですか。で、リスポーンアンカーよ。だからベッドみたいもん。あ、そうなんだ。何、こんなのあんの。ネザーで、ネザーはベッド使えないから、ああ、
だこれでリスポーン設定。使うのバカ。え、何お前も使えんだってこれで。あ、そうなの？アホやろ。あ、本当だ。なるほどね。あ、待って、ウィザースケートの頭蓋骨持ってるあんじゃん。そうだよ。ワンチャンウィザーも出せんじゃないか。いや、やめとかない？それは。一応、まあ一応ね、持つだけね。俺マイピック一回だけ出したい。お、出た。いいぞ。なんだ？ドゥン。答えの残骸2個。これなんかあんま顧問とか内容変わんなくない？まあそんな日もあるよ。どうも。最初はそんなもんだからみんな。しょうがない。現世帰る？現世帰ろうか。え、めっちゃあるやん。ダイヤモンドブロック持ってんじゃんお前。持ってる。メザライトツラシ作れんじゃね？俺かけら2個持ってるよ。じゃあ俺あの家事代作ってあげたから俺代筆でいいよ。あ、本当？うん、君はじゃあネザライト作りなよ。よし、いいだろう。まあたまにはそういうね、謙虚さも大事だよ。いや、この謙虚がね、後で運につながるから。これレジェンダリーの伏線です。じゃあエンダーアイ作るよ。オッケー。とりあえず要塞に近づこう。オッケー。ちょっとエンバ足りないけど行こうか。え、大ピ捨てていくの？だってゴミだもん。え、大ピだよ。こんな耐久値低いとはいえ、あとまだめちゃめちゃ折れると思ってるしさ、いらないかなって。ほな行こうか。こういうやつにはなりたくねえな。お金持ちが。え、1円なんか使うのみたいな。そういう大人になっちゃいけないよね。ごもっともだ。さて、そしたらとりあえずエンド要塞に向かいましょう。うん、じゃあ投げるか。オッケー、行きます。はい、どうぞ。はい、こっちや。さあ行くぞ。レッツゴー。あ、引き返した。お、近いよ。この辺か。ブレイズパウダー足りないかもしれないな。え4つぐらい。もう一回あっち行ってネザーに、あのゲート使ってネザーに行く必要あるな。まあでもすぐ手に入る、多分大丈夫だ。お、ちょ、この辺なんじゃない。もうそこにしよう。ここにしようか。オッケー、ここ掘ろう。とりあえずポータル探そう。オッケー。あった。お、ナイスナイス。ポータル、1個1個だっけ。つまり、7個必要ですね。はあ、今何個あんの。え、7個必要。あと7個ね。はい。なるほどね。はい。え、怖いな。なんか怖。違う。今のは違う。エンパの下りもそうだし。え、大丈夫？今のは違う。7個って言った3秒後に。え、何個必要？うるさいよ。そんなことあるんだ。うるさいよ。静かにしてんね。あ、ここリバーだからさ、ここ掘りまくれば多分出るよ。リバーは出やすいんですか？いや、リバーもさっきデフォルトだったから。ほ。ここで掘りまくる。うん。ほら、デフォルト。これで多分エンパ出る。どうする？ネザーでブレイズパウダーを集めるか、現世で石を掘りまくってエンダーパールを集めるか。分かれるべきじゃない？あ、エンパ発見1個ちょうど。ナイスは？分かれる？そしたら。分かれた方がいいと思うけどね。分かれた方がいいか。分かれるから今提案したんだけど。なるほどね。日本語が伝わってなかったか。ごめんね。ちょっと難しいかな。あ、エンパ1個。あ、ナイス。普通のコモンでも出る。なるほど。ってことはエンパはあと6つ。君1個持ってるでしょ。確か箱に入ってるはず。じゃあと5個。じゃああと5個。5個か。来た。ドン。いやー、鉄。いやー、残念。電か。いや、電なー。こっちも電は。鉄はいらんのよ。おー、エピック。おー、来た。どうよ。。あれ。
エンパワーゼロですね。あ、まあでも他にあるよね多分ね、エピックだからね。いやでもね、ダイヤのツルハシが3つもあって、しかもエンチャント付き、どれも。じゃあまあエピックだ。え、効率級が5のダイヤモンドツルハシ。お、いいじゃん。まあないよりかはマシだね。そしてシルクタッチのツルハシ、うやば、最強じゃん。え、これでももう掘りまくれってことじゃん。掘りまくろう掘りまくろう。お、ブレスロット1本ナイスだ。お、レーエピック。なんだなんだ、すごいすごいすごい、何も入ってないやないかい。あ、面白いのあるな、使おう。え、なに、なに、え、え、なに、レジェンダリー。じゃあ今俺角笛ゲットしたのよ、なんか箱から。ほう、何にかなって思って吹いてみたら、はい、目の前にポータルが誕生した。何これ、何ポータル、え、ゲート、ね、ネザーゲーポータル、え、何その特殊効果、何これ、何これ、このデータパックさ、掘るだけ以外にもなんか特殊な、なんかあるんだよね、やつアイテムが他にもめっちゃあるよ多分。なんだこれ。あー来た、エピック。あーナイス。あーロット2本ナイス。あ、いやー、エンパ出ないんかい。エンパ出ないんかい。俺、ちなみにパウダー6つだよ。え、じゃああと1個やん。いや、出ないなエンパが。これはもう頑張るしかねえ。頑張るしかないね。お、お、来たー。ブレイズロット、これで8パウダー、8パウダーです、今。フレーズパウダーはそれでいいかも。ハチパウダーも終了でいい、これ。うん、お、じゃあ君も現世に来て掘ろう。オッケー、帰ります。手元にあるパウダーが11パール1個。はい、だエンパート5個やな。すげえな。すげえな、箱の量がめっちゃ掘ってるでしょ。うん、えぐいな。全部くり抜いたんだよ。パールあと何個、5個ね。え、今のは確認だから。確認。鶏より脳みそちっちゃいんじゃないの。それは否定しないかも。鶏も散歩は覚えてるからね。散歩歩くまでは。散歩以上歩いたから、じゃあ鶏よりは上だ。どこで争ってんだよ。お、来た。お、パール出た。ほらほら、見たことか。1個。1個、うん。いやもうそれで終わりだから。 1% だから、コモンのエンパは 1%。 ほんと、これだと4つ。4つね。いやー俺運いいから。来た。お、レア2つ。お、あ、パールゲット、コモン。運いいから。なんでそんなコモン出んの。俺運いいから。俺レア2つも出て1個もエンパ入ってないっていうのに。運いいから。おかしいだろ。ごめんな、運だけで生活してるんだわ。お、3つ目ゲット。あと2個。なんで。運はいいからさ。俺こんだけ掘ったのに。ダイヤ3つゲット。死ぬほど。これまで掘って2、3分だぞ。エンパって結構出るもんすね、先輩。ちょっと話しかけないでもらえる。こっち忙しいから今。ほんと？結構出るもんすね。でもレジェンダリー出した人がもう、まあ確かにこの勝負の勝ちだからね、うん、全ての頂点に立つ。言っときますけど、そうだよ、全ての頂点は結局レジェンダリーだから。あ、エンパ4個目、あと1個。いい。先輩、俺が来てから1個も出てないよ。そっち。じゃあ俺雲狩りで忙しいの。雲なんかに時間使ってる暇ないんじゃない。あと1個でもパールは。なるほど、それもエンドにはいけんのか。そうだよ。あ、お、エンパ5個目終了。先輩、おーい、先輩、おーい、俺クモ、なんで俺出ないんだ。先輩、あの、俺めっちゃクモ出してんのに。一応旬で終わったっす。見てほら、この量の、この量のクモ。全部クモだよ、 ほとんど。一応旬殺ではあったっすね、これ。おー、エンパ来たー。やっと、もう遅いけどね。もういらないけどね。全然。どうする、とりあえずじゃあエンドラ楽しみに行く。行ってみる。 OKOKOK、 okay, okay, okay. そうしようか。開けまーす。オープン、オープン。
よしよしよし。レッツゴー。レッツゴー。うん。さてと。首首。あ、ちょっと邪魔かも。邪魔かも。すごい、何これ。円盤めっちゃ入ってる。ドラゴンブレスだって、しかも。何これ。ドラゴンブレスはエンドラのブレスよ。あ、詰めれるんだ、瓶に。邪魔、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 邪魔。邪魔、邪魔。邪魔、あ、これ、これ、これ、先輩、先輩。これ、これ、これ。ん？何？これ、角笛。え、これ吹いたらやばい。なんかね、出ると思う。バックトゥリアリティ、現世に帰った。先輩、俺だけ？うん、俺は普通にいる。どこ行った？これは初期スポかもしれない。なんだって。あ、嘘でしょ。嘘だと言ってくれ。おい、角笛吹かせるから。そりゃあったら吹くだろう。初期スポ帰ってきちゃったよ。帰ってきて、帰ってきて。こっちまで。座標を知らないよ。ワンちゃん俺死なないといけないんじゃないか。死ねばベッドリスポーンでそっち戻れるけど。死ねあー、マジかよ。死ね。でもダイヤめっちゃあるから大丈夫だよ。ブロックはダイヤは40個ぐらいある。オッケー、帰ってきた。おかえり。本当や。よし、壊すぞ。行こう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 。壊した、クリスタル。壊してるよ。オッケーオッケー。いいよ、結構壊れてるよ。ナイス。難しい、このゲーム。マジで水バケツ持ってくれよかった。それな。あと2個よ。マジで忘れた。あ、じゃあこっち側かな。そっ、まずせめてぶっ壊してから。よし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 。オッケーオッケーオッケー。あるじゃん、水バケツ俺。持ってるじゃん。ほら、だから鶏なんだって。終わってんだよ。マジで持ってるじゃん俺。もう視野も終わってんだよお前。持ってるじゃない。はい、壊したよ。オッケー、全部壊った、全部壊した。あとはやるだけだ。倒そう倒そう倒そう。ちょっとあいつがこっちに来るの、来るまでの間を掘ってよ。ワンチャンレジェンダリー出るかもしれないから。出るかもしれん。作業しとこう。あ、来た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 。いつ？どう？ウィザーソード効く？は、は、めっちゃいってるめっちゃいってるめっちゃいってる。あ、半分いった半分いった。オッケー。確かにな、エンドラついでなんだよな。かわいそう。一応今回の目標だけどね。そうだよね。もうレジェンダリーを出すことにちょっと目標変わってるけど。目標達成あと半分なんだけどね。あ、エンドラ来ました。あいた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 いなんで邪魔、誰誰、危ない。まあまあまあ、とりあえずね、目標は達成しとこうよ。エピック出るまでちょっと掘ってみる。エンドな。うん、オッケー。本来ならここで終わるはずがね。ちょっとレジェンダリーが出てないもんで。まあ確かに。お、お、エンドクリスタル。おお、まあ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 、レアトレジャーボックスなんか分からん。これワンチャンあと3つ溜まったらエンドラ復活できる。ちなみにさっき1個発見して俺それ。え、なんだなんだなんだ。あ、レジェンダリー、レジェンダリー。エンドレジェンダリー、エンドレジェン、ちょっと行く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 。え、すごいよ。マジ？今びっくりした俺、今死んだかと思った。俺もなんか、あ、めっちゃ光ってる。おい、なんか、なんか知らない敵呼び起こしちゃったかな。かなと思って。俺もそう思った。何？すげえ、エンドレジェンダリー。開けます。オープン。うん。
待て、まず、アルティメットフライトロケット、はいはいはい、何これ、飛翔時間126、これ1個で1900ブロック1900ブロック進むってことこれ。なるほど。でシュルカーボックス、はてな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 何これこれこの中に入ってるじゃん、マトリョーシカ方式まさかの。うん、いきますよ、はい、ドン。おいふざけんなよ、おいそんなことあるんだよ、このタイムにやったのかよ俺らは。おいふざけんなよ、おいせめてエリトラ1個くらい入れとけよ。ほんとだよ、おい殻詰まってんじゃねえかこんな中によ。そんなことあるかよ嬉しくねえよ、どんだけシュルカーボックス作らせるんだよもう翼をくれだったら、レッドブル、そうだよ、レッドブル飲むしかねえか。さ、これアルティメットフライトロケットが入っていて、あ、エリトラかっていう流れじゃんねこれ。そうだよ、試せないじゃんこれもう手元で打つしかないこれ、ポン、ほら寂しいなんだよ、翼をくれ